当に油めっちゃうまい。豚うまっ。めっちゃうまい。すする TV。 ずるーずる。どうも、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、名古屋で話題沸騰中の二郎系ラーメンのお店、こちらです。どん。名古屋市営地下鉄東山線八田駅から徒歩5分くらいのところにありますラーメンさんにお邪魔してます。こちらラーメンさんは昨年の4月にオープンしまして、ファンの間ではね、もう店名とかって呼ばれることもある二郎系ラーメンの店なんですが、まずね、もう店名がラーメンって潔すぎませんか。お蕎麦屋さんで店名がそば、うどん屋さんで店名がうどんみたいなもんですからね、マジで。果たしてこのラーメンさんのラーメン、どんなラーメンなのか、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴーラーメン。八田駅着きました。本日伺うのがですね、ラーメンっていう名前のラーメン屋さんです。なんかここまで来たかみたいな、ね、ちょっとありますよね。なんか麺どころとか麺屋とか、そういう屋号の頭につくのありますけど、もうラーメンだけのラーメン屋さんです、はい。この八田駅からね、徒歩5分ぐらいの場所なんで、とりあえず向かっていきましょう。さあ、ということでね、ラーメンさん到着しました。マジでラーメンとしか書いてない看板、初めて見る人があったらさ、ラーメン屋さんになってるのは多分わかると思うけど、どんなラーメンが出てくるのとか全くわからない。でも情報なしですからね、めちゃくちゃシンプル。かなりね、評判のいいお店でもあるんでね、非常に楽しみ。早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、ラーメンさん、食券差です。今回はレギュラーのラーメンと現金対応の生卵、そして黒ウーロン茶をプッシュしました。ラーメンというシンプルイズベストすぎるシンプルな店名が印象的で、ファンからは店名と呼ばれることもあるそう。ラーメン屋さんがラーメンと名乗るのは、カレー屋さんがカレーと名乗ったり、ひいては私は人間ですという名前ですと名乗ったりするレベルで、度肝を抜かれます。店主さんはほぼワンオペですが、ライブ感のある動きでしっかりとラーメン作り上げていき、ワンオペでも店主さん自身が作り上げる活気あり。調理中はキリッとされていますが、接客は明るく、店内もいい雰囲気。ホールは野菜、ニンニク、油でお願いして待ってると、ラーメンさんのラーメンが到着です。いただきます。あれです。野菜、油、ニンニク、おしやめ。こちらがラーメンさんのラーメンです。うひょー、これは見た目からしてわかるうまそうな二郎系ラーメンでたまんねー。美しく盛られた野菜タワーに味のついてそうな油、そしてテロンと少しはみ出たもやしもセクシーだぞってことで、いただきます。ではまず油と一緒に野菜から食らってみると、うほーい、油めっちゃうまい。シャリホク食感のジャストな茹で加減で、やっぱ野菜がうまいお店って本体もうまかったりするんだよなぁと、じわじわ期待値アップ。油を絡ませるとちょうど良い醤油感のある味付けになり、油サラダがまたうめぇ。上物の時点でうまい二郎系は本物なんだよなぁと期待を確信に変えていき、龍が如くのごとくタワーをなくしていきます。さあ、続いて持つだけで柔らかさのわかる豚を食らってみましょう。柔らかジューシーな脂身の乗った味しみ豚で、これは豚増しにするべきだったと若干の後悔するレベルの神の美味しさ。もう豚先食い派なんですけど、この豚は後半に取っておきたくなるぐらいめっちゃうまい。マジで。では、ある程度上物を食べたら、うねりを帯びた極太麺をリフトアップ。油とスープをまとったこの太麺がまたうまそうに見えるんだよなということで、よっしゃそぼろしょんめい。表面に軽くわしとした食感ありますが、噛めばむっちりとした食べ応えのある地下製麺となっており、風味も非常によく、歯切れもいいのでズバズバとすすっていける、こいつはうますぎる麺。スープはすっきりとした非乳化系で、豚の風味や旨味調味料はもちろんのこと、さらに重なるだし感のようなものを感じる極上のスープ。異次元にうまくないですか。めっちゃうまい。めっちゃうまいよね。めちゃくちゃうまい。やばいよ。俺だけだと思ったらうまいと思ってみんなけね。めっちゃ好きな味ある。ああ、めちゃくちゃ好き。めっちゃ好きなの。同行者のチャルゾー君もかなりお気に入りのようで、すするはここで生卵にライドオン。非乳化系のスープなので生卵との相性も非常によく、やはりしっかり
り味のある二郎系ラーメンと生卵は切っても切り離せないマストアイテム。キレがありつつ後を引くうまさで、数ある二郎系ラーメンの中でも非乳化ならトップクラスの美味しさで、麺も程よくスープと絡んでくれるので最高にうまい。これはさすがに店名をラーメンにしても良い、ラーメンの代名詞になりうるもので、宝物のように後半にとっておいた豚も改めて食うとやっぱりうめえ。再び生卵に絡めれば麺も少し締まるのでコシもアップし、やはりシンプルなラーメンへのトッピングとしてもシンプルで最高なマロー。麺量も茹で前 300g 前後とたっぷり入っていても、そのあまりのうまさに一瞬で食べ進めてしまい、これは爆食記録過去最大級なのではないでしょうか。気がつけば残りの細かな野菜などを食べるフェーズになっていて、スープを飲んでいると危うく肝炎しそうになりながら、本日も完食です。大変大変美味しくすれました。麺とスープのシンプルな辛みがとにかくうまい、いやうますぎる一杯。数ある非乳化の二郎系ラーメンでトップクラスのクオリティでした。それではごちそうさま。というわけでごちそうさまでした。ありがとうございました。八田のラーメンの店主さんのちょっと自己紹介だけお願いします。ラーメン店主の楓です。ありがとうございます。下の名前の方になったから、はいはい、一番気になってることからちょっと聞かせてもらうんですけど、あ、どうぞ。あの店名シンプルすぎないですか。あ、もうこれはね、 あえてもうわざと、もうラーメンが一番ね、うん、いいと、もう裏の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 ずっとねラーメンが一番、もう表なんじゃないかっていう気持ち、もう裏の裏の裏のっつったら、はい、まあ、言っちゃうとですね、はい、まあ、言っちゃうと、まあ、いいか。ラーメンって誰でも日々毎日聞くじゃないですか。はいはい、もちろん単語、はい、単語自体絶対聞くと思うんで、下手にそこに名前つけちゃうとその名前で呼ばれるようになるじゃないですか、そのラーメンって。まあ、もちろんそうですね。で、名前になっちゃうとそうそう話題にも出て、まあ、出てくるかもしれないですけど、そうそう出てこない、はい、と思うんですよ。で、まあ、うち、まあ、正直、まあ、自信あるかなとかあるんだけどな一回食っちゃえばもう、うん、うちもラーメンなんで、はい、まあ、その瞬間一回でも食べてもらってる人だったら、うん、うちの名前が頭によぎって、まあ、そうっすね、うん、でまた来たくなるっていう感じ、うん、分かる、まあ、軽く言うとそんな感じ。もっといろいろ深い思いはあるけど、そうそう、まあ、まあ、かいつまんで言うともそのくらいな感じ結構お昼飲みなんで、なかなか時間がちょっと合わせられなくて、そうなのよ、ようやく、できない。ああ、もう体力が昼でも限界する。もう仕込みとか全部一人でやんなきゃいけないから、もう早いし遅いし、それよりやっちゃうともうどうしようもない、どうしようもできない。それ大変です。潰れる、もう完璧に自分が潰れる。あ、じゃあもう体が持たない、体が持たないし、味ブレする。あ、そうなんですね。絶対する、まあ、味とかブラさずに、まあ、完璧な一回ずっと提供し続けるんで、この時間帯が一番、もう一枚、もう一枚うますぎて、もうビビりました本当に。でしょまだまだだけどね自信あった今日のですら、だからもうもっとうまいのがあるって。あるある全然うまいっすよ、うん、本当に。いや、マジでちょっとまた来ますわ、ぜひ本当に。うん、はい、普通に食べに来たらいい。そうですね、それが一番、うん、もう、うん、ラーメンの実力が、うん、いやー、ちょっとうまかった。そのまたよろしくお願いします。あ、全然ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃうまかったです。いやいや、ありがとうございます。どうもどうも、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ごちそうさまでした。いやー、ラーメンさん行ってきたんですけれども、めちゃくちゃうまかったですね、マジで。びっくりしたな、本当に。うまかった、マジで。まずね、まあ、入った瞬間の店員さんの明るい接客がすごくいいです。まあ、最後あの一緒にね、店員さんともちょっとおしゃべりさせてもらって、いわゆるこういうガッツリ系のラーメン店って割とこうなんかちょっと厳しそうとか、そういうイメージあると思うんですけど、ラーメンさんはね、多分そんなこと、あの店員さんは多分営業中も結構あのハイテンションというか、あのいい感じのね雰囲気、まあ、すごい人だって、店員さん一人でほぼ調理されてて、まあ一応助手の方もいらっしゃるんですけど、あの店員さん一人でね、すごいなんか活気を生み出しましたもんね。一人であんだけ活気出せる人あんまいないですよ、マジで。いや、っていうぐらいね、雰囲気がすごくまず良かったっていうのと、そして提供されたラーメンさんのラーメンがね、めちゃうまかった本当に。野菜もね、結構キャベツ多めの比率になってて、緑豊かな野菜結構僕好きなんですけど、謎のあの細かい油、あの味付きのあの油と野菜一緒に食う、野菜も結構シャリホク食感でね、あのキャベツの甘みなんかも感じられて、すーげーうまい。もうあの瞬間からまずうまくて、豚ね、豚マジ神がかってました本当に。でもあの豚ですら今日はちょっとなんかポンちゃんじゃないというか、なんか店員さん的にはまだもっとうまい豚あるよみたいな感じだったんですけど、いや、あのほろほろ柔らかくて味染みもバッチリでね、豚めちゃくちゃうまかったっすね、マジで。ビビるぐらいうまかったもん豚。そしてね、麺と汁、もうどっちもやばいっす。あ、麺ね、自家製麺で、まあ、店員さん言ってたんですけど、まあ、麺作ってる時一番楽しいって言ってて、やっぱね、自家製麺で平打ちなんですけど、結構、ね、厚みのある感じの麺になってて、ちょっと和紙とした食感もありつつ、噛むとね、こうズモッとなんか歯が入ってくような、もちっていうよりね、結構ズモッ
って感じの麺なんです。ああいうなんかね、麺のこう粉感というか小麦感というか、あの感じ、あの雰囲気をね感じられる麺、僕めっちゃ好きなんで、麺がめちゃくちゃ美味しかったし、あとスープも神がかってましたね、マジで。まあ、いわゆるね、非乳化と言われる、割とこう醤油が立ってるタイプなんですけど、いやマジでちょっと全部飲んじゃいそうになるぐらい、もう全部飲んだら危ないなと思って飲まなかったですけど、醤油のキレも効いて、旨味も効いて、いやすげえバランス良くてね、なんか重くないんですよ。そしてすごい飲みやすいんですけど、しっかりとねキレと旨味があって、いやあのスープと麺の組み合わせちょっと神がかってましたね本当に。やっぱ最初はね、こうなんかラーメンっていうちょっとなんていうか、って感じじゃないですか。やっぱラーメンっていう名前のラーメンってそんなないでしょ。カレーっていう名前のカレー屋さんないでしょ。だって検索出てこねえし、ラーメンって愛知八田ラーメンとかって出てこないですけど、マジで。いやでもね、ラーメンってあのシンプルな店名の中にね、いや本当いろんな思いとね、前だったらやっぱラーメンのラーメンがめちゃくちゃうまかったんで、なんかもうそれが全てのもう全てかなっていう、もう説得力がありすぎて、もう結構、いや個人的にもね、マジ二郎インスパイアだったらマジ全国トップ3入るくらいめちゃくちゃ好きな味でした。本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。というわけで本日の動画も最後までご覧いただきまして、いや本日はですね、もう八田のラーメンめっちゃ話題沸騰中です本当に。僕が行かずともすでにもう話題になってるお店で、名古屋ってそういうことで歴史を刻めとか二郎系ラーメンのお店がいろいろある中で、このラーメンさんでかなりバズってまして、しかも食べに行ったらめちゃくちゃうまかった、こりゃ流行るよっていうね。そうそう、このラーメンさんでツイッターとかでもアップさせてもらったんですけど、やっぱ結構ねこのファンの方から、いやお前行くなよみたいなお前が来たら困ったろみたいなまあそういったね、なんていうか、まあ嬉しいというか、なんかコメントをいっぱいたくさんいただきまして、なんかちょっと本当にすいません申し訳ないです、マジで。まあとはいえね、僕自身もあのラーメンさんすごく美味しかったので、まあ店員さんにももちろん了承を得てますし、まあさすがに動画アップさせていただきましたね。いや最高だったな、マジ。ラーメンのラーメンうまかった。というわけで皆さんからいただいたコメントの方も読ませていただきます。もしかしてすするって投稿後時間経ってる動画のコメントを見てくれるのか。金町駅北口から少し歩いたところにある下町ラーメンというお店、よく味噌ラーメンを食べるのですが、ありきたりなラーメンかと思いきや言語化できない謎の美味しさがありますので、すする語で解説をお願いしますという、あの投稿後時間が経ってるコメントもね、まあ、あの YouTube のそのシステム上というか、あの YouTube スタジオっていうアプリは多分おそらく YouTuber の人はみんな入れてるんですけど、自分の YouTube チャンネルのそのあらゆるデータを見れるあのアプリですね、まあ、コメントっていうその下の方のタブみたいなのがあって、そこを出すと動画について新しいコメントからこう順に表示してくれるんだよね。なるべく全部のコメントを追っかけてもう全部いいねとかするようにしてるんですけど、たまにショート動画とかでめちゃくちゃコメントつく動画とかあるんですよ。それこそ最近ね、なんかラーメン屋の行列に並び方全員バカですっていうあのショート動画出させてもらって、まあ、なんか Twitter 上でね実際あったことをちょっとこうなんかネットニュースっぽくね、ちょっとやってみたら結構ね、もうたくさんの方からもう今3500件ぐらい多分コメントしてるのかな。全部の動画のコメントはさすがに難しくなっちゃうんですけど、なるべく追うようにしてるんだよ、ね、僕。ぜひぜひね、あの振るってコメントしていただけると大変嬉しいんですけども。でこの下町ラーメンってお店はね、全然知らなかったな僕。調べてみましょう。普通のお店というか、なんかでもすごい、ラーメン去年の時点で500円、去年の時点で500円ってことは多分今年もそんな、でも値上げしても600円ぐらいなんじゃない、これめっちゃ安いっすね。ちょっと気になるのでチェックしておきます。で、しかもこの、米主さん、味噌ラーメンが美味しいと。あ、でも一応なんか醤油ラーメンも、ね、濃厚の醤油ラーメンと、懐かし醤油ラーメンって、なんかちょっとこう、あの、いわゆる中華そばっぽいのもあるんですね。まあ、もう値上げしてくれよって感じなんですけど、逆にね。ちょっとこの下町ラーメンの方もチェックしておきます。ありがとうございます。いろいろ試したけれど、やはり家系コールは全部普通。結局ノーマルがベストバランスにできてるということ。これに関しては僕もそう思うんだよね。やっぱそのお店の店員さんが一番いいと思った状態のラーメンが全部普通っていうことだと思うんで。なんか特にね、初訪問の時とかもあれこれ言うよりも、全部ノーマルで注文した方がやっぱいいと思うんですよ。そのお店の味も知れるしね。で、まあその行ったお店でちょっと麺硬い方がいいなとか、ちょっと濃いめがいいなとか思ったら、なんか硬めとか濃いめとか、まあ油多めとかにやってみてもいいと思うんですけどね。毎回普通で注文してるもんな。普通で注文してしっかりこれベストなバランスで出てくるっていうのが、なんかもうこっちであれこれカスタマイズしなくてもお店側が美味しく作ってくれるってもう最高じゃないですか、やっぱ。まあ僕も結構ね、基本はもう全部普通で注文することがやっぱり多いですね。ダイエットするからチャンネル登録解除。甘い夜ご飯すする TV 見ながら食べて食生活気にして筋トレすれば3ヶ月で10キロ痩せること可能です。私経験者なのでということで。まあでもそうなんだよね。結局自分自身の意思の問題だって。まあでもそれこそね、ダイエットするためにもする TV を断つっていう、もうそのラーメンを断つためにすする TV も登録解除しないと、もう YouTube 開くたびにラーメンが回ってくるからっていうのも、まあ一つの方法だと。もちろんもちろん、まあ結局でもダイエットの大敵っても食べちゃうことなんだよ。まあどんなお前が言ってんだって話なんですけど、そういえばね、僕、3ヶ月ぐらい前からですね、まあ、知り合いの方と友人、ラーメンをよく一緒に行く友人と、3ヶ月でダイエットしようっていう、まあ、そういうちょっと公約を立ててまして、2人で。で、僕、スタートがね、76.9kg ぐらいだったかな、そんぐらいで、対戦相手の方も90kg 超えだったんですよ。僕がここからまあ5キロ痩せますと。で、90kg 超えでダイエットも初なんで、相手の方は10kg 痩せますってなって、この3ヶ月ぐらい競ってまして、ようやく結果出まして、ね、僕、結局ね、最終的に一番いい時の体重、72.6kg までだったんで、あと 0.7kg 足らなかったんです、結局。まあ、やっぱ基本的にもう毎日ラーメンっていう、まあ、呪縛ってか、お前が始めたんだよって話なんだけど、そっからはどうしても逃れられないんで、食事制限をするっていうのがすごく難しい。まあ、だからラーメン以外
はとにかく切り詰めるってことしか僕はできないですけど、でその方もねほぼほぼ毎日ラーメンを食べながらなんと10キロの減量に成功したってすごくないですかマジで。まあ、改めてちょっと僕自身のもう自分自身のちょっと意志の弱さにちょっと辟易としましたよねマジで。10キロダイエットすごいですね3ヶ月 でこの米の質も3ヶ月で10キロ痩せますからね。やればできるっていうことですよね本当。食事制限、まあ、もちろんね大好きなラーメンやめられないっていうのもすごい気持ちはわかるんですけど、大好きなラーメンもやっぱ健康的な体がないとこう長く食べ続けていけないんですから。僕も今回一応ね、まあ、4キロちょいぐらいのダイエットには成功したんですけど、まあちょっとね攻める手を緩めずに、まあ、マイナス5キロどころかもうマイナス10キロぐらいまで目指してねちょっと頑張りたいなっていう。なんかダイエット終わった後すごい気が緩むんですよね本当に。なんでまあ飲み会だったりとかなんかそういうのに急になんか誘われ出したりして、しかもその飲み会がなんかコースだったりとかするともう選べないじゃないですか。アラカルトだったらいいんですよ、居酒屋とかで自分で注文したメニューを食べて飲むとかだったらいいですけど、もうなんかコースで全部決まってて最後にもパスタ出てくるピザ出てくるみたいな感じになってくるともうさすがに回避できないからさ、さすがに。まあでもなるべくダイエットすべくね、まあちょっとフェスとかも控えてるんで、ね、やっていきたいと思っておりますので、皆さんもね健康には気をつけて美味しくラーメンすすっていきましょうということで、本日の動画も最後までご覧いただきました。よろしければチャンネル登録高評価、そしてね皆さんのダイエット経験なんかも、ね、ちょっとコメント欄にいただけてよろしくお願いします。よろしくお願いいたしますということで、ご存知それではするの公式キャッチフレーズ、ラーメンさん究極の洗練やシンプルイズベストですね。